ちはやってたような気がするけど。おはよう。早寝できたの？12時にはもう寝てました。11時20分、ん？ショールーム終わったのが何時だ。11時、もうショールーム終わって10分後には布団の中にいたね。で本当になんか田舎の夜の音みたいな、なんか虫の鳴き声とかのサウンドを流しながら寝た。快眠でしたね。え、マジでさ、この家でショールームすると静寂がすっごい気になるんだけど、やっぱ虫の音ってでかかったんかな、存在が。むちゃくちゃ静寂に感じる。むちゃくちゃ静寂だよ。やだやだ。おはよう。ずっと YouTube で流しておけば。いやそれな、今思ったわ。でもなんかその虫とかその鳴き声のさ、 YouTube のコメント欄にさ、 YouTube に実家ってあったんだってコメントがあって、にっこりしちゃった。YouTube に実家ってあったんだっていうコメントにちょっとにっこりしちゃったね。おはよう。愛媛が恋しい。いやそう、ちょっと恋しい、恋しいよね。おはよう。今日は金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。仕事の人も多いか。おはよう。トメさん、トースト10個ありがとうございます。おはよう。今日はね、さやかちゃんは動画の編集を何があっても終わらせたいという気持ち、だから集中、全集中モードで頑張らなければなりませんな。サニー、おはよう。おはよう。愛媛ロスっていうかね、なんか人ロス。そう、ちょっとぼっち寂しいなっていう、ぼっち寂しいなっていうやつ。急にね、一人になったから。あんなにいっぱい人に囲まれてたのに寂しいよね。四国行って太った。あーひどい。絶対に知り合いの女性とかにそういうこと言っちゃいけないですからね。友人とか会社の同僚とか絶対言っちゃいけないからね、太ったって。タブーですからね。まあ、太ってないしね。そもそも行く前と体重何も変わってないからね。絶対言っちゃダメだよ。傷つく人絶対いるからね。後ろのさやかさんってカード誰にもらったの？これは生誕祭のスタンドフラワーに刺さってたやつをヌンって引き抜いて棒をパリって取って置いてあります。昨日プレゼントと手紙送っといて受け取れるか微妙だけど、明日には劇場届くはず。ちょっとね、このね東京にいる期間にね、劇場に出なかったとしてもね、プレゼントは受け取ろうと思ってます。そう、スタッフさんにちょっと
言おうと思って。来週の下北編も楽しみです。もうね、来週ですよ。早いですね。この感じだと一瞬で1週間2週間経ってもう愛媛だと思うわ。昨日一日終わんの早かったな。なんか寝てたら終わったもんな。当たり前なんだけど、当たり前なんだけど寝てたら終わったね。飲んでるのはカフェオレ。結局牛乳半々にしちゃうんだよね。今日の朝配信中に今日のご予定ざっくりタイムスケジュールを立てよう。私はね、タイムスケジュールを立てないとね、ダラダラするっていうね、もうなんか癖があるんですよ。タイムスケジュールを立てるとなんかいけっかもみたいな、この通りにいけっかもみたいな感じになるので、タイムスケジュールを立てよう。強制的にそのもう動かす。おはよう。また図鑑劇場の前撮ったか、調子もったい。え、ほんと？あれかな？どっちのチラシだろう？バラックロックの方かな？それとも今やってる、なんだっけ？あー、名前出せしちゃった。ね、ちょっと出てこないわ。ダメだわ。お味噌がまだ寝てる。おはよう。はいよー。今日のスケジュール、ゆずかさんとまどかさんが載せたね、そのね、その作品が2個あるのよ。今全国ツアーで回ってるやつと、今度大劇場でやるやつに2個あって、多分大劇場の方だろうな。じゃあね、新しい花、ちょっとまた宝塚の話するとみんな置いてきぼりにしちゃうんだけど、一瞬話させて。もう新しい花組のね、トップ娘役の方がマジで可愛すぎてね、その方の顔になりたいなって最近ずっと考えてるんだけど、まあそれはどうでもいいからここで終わらせとくね。おはよう。今日のスケジュール、まず、どうしよう。9時からにしとくか。9時までは一旦自由にしとこう。ショールーム9時までやらんと思うけど、9時から。待って、全然インクないんだけどこれ。ちょっと待って、ちょっと今日あれするわ、文房具買いに行くわ。なんかね、あらゆる、ありとあらゆるペンがね、インクないんだ今。文具屋さんに行こう。おはよう。昨日はよく寝れましたか？よく寝ました。8時間寝ました。うん、愛媛でチャーシュー卵丼食べてません。おはよう。9時から何しよう。でお腹が空いているから朝ごはんにしよう。朝ごはん9時半からどうしよっかな。おはよう。あんまり細かく作るとね、うわーってなっちゃうから、9時半からはちょっと一旦なしにして、10時から動画編集。ざっくり作っとくとね、ちょっとずれても自分へのダメージがあんまりないまま遂行できるから。おはよう。10時から動画編集。9時に朝ごはん食べたらお昼お腹空かなそうだから、お腹が空いたらご飯食べるっていう風にしないとね、太るからね。今日でショールーム配信634日目ですが、634日目も続けるのはすごいと思います。お、ありがとうございます。
今日武蔵じゃん。今日の634はスカイツリーの高さですね。めでたい。何がめでたいのか全然わかんないけど、めでたい。めでたいですね。40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53。まだか。誕生日までまだまだだな。今ふと思ったけど。おはよう。動画編集して。どうしようかな。バーって動画編集して。まあ多分。4時間もやったら疲れるから14時ぐらいに休憩がてらキャリーケースの片付けを始めましょう。片付け、休憩がてらキャリーケースの片付けを1時間ぐらいしましょう。もうちょっとかかりそうだな。部屋の片付けも合わせなきゃいけないから。で14、15、16、逆だな。動画編集とキャリーの片付け逆にしようかな。朝ごはん食べたらキャリーケースの片付けしようかな。部屋が先に綺麗になった方が快適な気がしてきた。へい、交代です。先にキャリーの片付けして、キャリーの片付け終わり次第動画編集しよう。で動画編集バーって連続でやって、お腹すいたら夜ご飯にしよう。あ、でも買い物も行かなきゃいけないから、まあ今日買い物行かなくてもいいか。あまり出歩くのもあれだしね。明後日出かける予定があるから、そこで買いに行けばいいから。よし、ざっくり計画立った。で今日の睡眠は12時を目標、就寝12時、12時就寝目標で、12時就寝目標。 Good morning さやか、 Good morning。 今日こそ片付けなくちゃ。私のいつもの癖では、長期滞在でキャリーをあれするじゃん、使うじゃん、で帰ってくるやん。1週間ぐらいそのままになるんだよね、いつも。うん、本当に良くないなのでちょっと、うん、片付けます。1日で片付けたらそれこそ快挙だよ。今まで1日で片付けたことないからね。今日はね、夜配信しようかなと思ってます。そう、一応しようかなっていう感じです。多分します。何時頃しようかな。そんな遅い時間にはしないと思うけど。おはよう。ちょっと部屋の掃除したいっすね。1ヶ月空けちゃったから、ちょっと埃溜まってるから、今日部屋の掃除もぐわっとしたいから、一旦綺麗にしようっと2時間ぐらいかけてキャリーの片付けと部屋の掃除ブワーってやって、さて動画編集って感じにしたいな。今日夜ご飯何にしよう。今昨日ね、
鶏肉とキャベツだけ買ったんですよ。玉ねぎは買わなかったような気がする。あ、アボカドも買ったか。なんかさ、うん、は2週間、もうちょっとか、20日間ぐらいこっちにいるから割と食材買っても食べきれるなとは思いつつ、なんかどれぐらい買っていいものかよく分かんなくて、なんかあんまり買えてないどうしよっかな。まああと食材を買わなければ食べないから痩せるのでは説もあるめっちゃ体に悪いけど、ちょっとね、絶妙な期間しかこっちにいないので悩ましいところではあります。おはよう。おはよう。いって、今足ポキっていった。今日は、そうだ、運動もしなきゃいけない。ちょっと待って、スケジュールもう一回立て直そう。運動も組み込みたいんだよ。運動しないとさすがにね、筋肉落ちちゃったのよ。愛媛行って運動全然しなかったから。ママからチーズがあるならダッカルビはどうって来たわ。チーズね、脂質が高いんだよな。悩ましいね。おはよう。9時から朝ごはんでしょ。で10時から掃除、もうキャリーの片付けも含めた全掃除。2時間ぐらいかかるから、12時から動画編集。いやー、集中すれば今日終わんのかな。ちょっと微妙っすね。で15時、違う、17時、夕飯。でどうしよう。おはよう。どこに運動組み込もう。ご飯食べて食休みしたらかな。だから18、ご飯食べてお皿洗いとかキッチン片付いたら運動しようかな。筋トレしよう。筋トレ中、あ、一旦ショールームを挟んだらいいんだ。さあ食休みになるねで、あまり早い時間にやってもみんな見れないからな、仕事の人とか。やっぱ一旦筋トレ挟んどくか。18時半から筋トレ。おはよう。うん、悩ましいね。何時に配信しよう。20時とかにしますか。20時からショールーム。したら21時くらいからお風呂に入って、
仕事行ってきます。いってらっしゃい。移動練習頑張ります。そしたらまあなんやかんやって24時には寝れるやろというざっくりスケジュール、どうですか。ちょっといろいろ書いてあるからここだけ見せたい。あーすごい白飛びして全然見えない。こんなもんやろ。じゃあショールームの時間はちょっと変更するかもしれないけど、まず755で1時間ぐらい前にみんなにお伝えします。何時ぐらいにするわって変わる可能性大いにあります。今日はこれで頑張って動こう。てかさ、ちょっとホワイトボード買ってこようかな。ホワイトボードに毎日スケジュール立てればさ、資源の無駄にならないよね。紙がもったいない。ホワイト、次100均行ったら絶対にホワイトボードを買って、なんかこの辺に貼ろう。それがいい。あれ読んだかな、ちょっともう一回読んだか。やちさん、トースト10個ありがとうございます。読んだか不安になっちゃった。素晴らしい、いいスケジュールだ。さあこの通りに遂行できるのでしょうか。私は今日の朝ごはんはうどんです。うどん食べたい。私は携帯のメモに入れたりしてる。なんかさ、携帯のメモに入れちゃうともうさ、絶対さ守れないんですよ。もういつでも目に入るところに入れないと、書いとかないとね。私は無視しちゃうからスケジュールを。虫の音が聞こえる秋やね。まあ虫の音今 YouTube で流してんすけどね。これ実は人工なんですけどね、人工的な音なんですけどね。え、なんかあまりにも静寂が辛すぎて疑似田舎音流してる今。やばくない？デジタルなんだかアナログなんだかよくわかんないことしてるよね。月見バーガー食べましたか？食べてないのね。マックの月見バーガーってでも10月とかまでさ、いつも毎年やってるやん。愛媛行ったら食べようと思って。こっちにいる間はさ、自炊ができるから別に食べる必要ないけどさ、愛媛行ったらさ、買い食いって言い方やばいな。買った惣菜食べなきゃいけないから、愛媛行くまでね、お預け、月見バーガーお預け、とろりチーズ月見みたいなやつ食べたいんだけど。かわいい、ありがとう。月見バーガー食べたいっすね。大好き月見。月見バーガーも好きだし、月見パイも好き。そう、てかよく考えたらマックってやっぱ安いよね。この前行って思ったんだよな、なんかめっちゃ安いじゃんと思って。破格ですね。高いバーガーは高いんだけど、なんかスパチキとかって200円ぐらいじゃん。安いね。そう、まあマクドナルドはでも食べ過ぎると太っちゃうからね、気をつけないとね。でマックはなんか一人で食べるよりは誰かと一緒に食べるのが美味しい。わかる。食べりながら食べるのが一番うまい。一人で食べるより共有がやっぱいいよね。マック食べたということの共有が一番楽しいよね。夏休みの宿題とか最初にスケジュール立てたことに満足して、結局やらず休み終わり際に焦ってた。でもスケジュール立てるだけ偉くない？私は夏休みの宿題は最初の2日で全部終わらせてたけど。ね、まあ書き、まあ何？その
自由研究とか覗いて、なんか夏休みのドリルとかバッてできるものは全部1日2日で終わらしてた。自由研究とかはなんか真ん中らへんで1日か2日ぐらいかけてじっくりやって、そう、自由研究とか好きやからさ、なんかポスターとかもなんかやる気出た時に2日ぐらいかけてバーってやってみたいな。懐かしいですね。そんな感じで朝配信はそろそろ終わりにしようかな。またね、夜もやるんでぜひ夜見てください。朝はさやつかちゃんが起きれるかなチャレンジだからね。まあ8時台はね、結構もうお仕事始まっちゃってる方も多くて見れない方も多いので、サクッと終わりにして夜メインでねやりたいと思います。東京帰ってきたらからね。ではランキング見ます。13位竹道さんありがとうございます。12位ヨッシーさんありがとうございます。11位あやかんちゃんありがとうございます。10位ケンケンさんありがとうございます。9位ケロンさんありがとうございます。8位おめいらさんありがとうございます。7位バイコゾーさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位マサトさんありがとうございます。4位スノーさんありがとうございます。3位ヤスさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。ありがとう、朝からお付き合いいただきましてありがとうございました。今日も頑張っていきましょう。また夜に会いましょう。バイバーイ。